株式会社西日本フィナンシャルホールディングスとは2016年10月3日に設立した金融持ち株会社。2016年5月10日、福岡県を拠点とする地方銀行の西日本シティ銀行は金融持ち株会社西日本フィナンシャルホールディングスを同年10月3日に設立し持ち株会社制に移行すると発表した。2016年10月3日、 西日本シティ銀行とその子会社である長崎銀行及び西日本信用保証との共同株式移転により共同持ち株会社である西日本フィナンシャルホールディングスが設立された。西日本シティ銀行、長崎銀行、西日本信用保証は西日本フィナンシャルホールディングスの子会社となり、東京証券取引所、 福岡証券取引所に上場していた西日本シティ銀行に代わり、西日本フィナンシャルホールディングスが東京、福岡の両証券取引所に上場した。本社は西日本シティ銀行と同じ福岡市に置き、会長には久保大佐夫、西日本シティ銀行会長、社長は谷川博道、西日本シティ銀行頭取がそれぞれ就任した。 前述の3社のほか、九州カード、西日本シティティ証券、NCB リサーチコンサルティング、九州債券改修の4社も、直接の子会社としている。また、西日本フィナンシャルホールディングスの誕生に伴い、新しいロゴマークが公表される。コーポレートカラーのオレンジ色を使い、太陽をモチーフにデザイン。太陽を中心に放射状20枚の羽が伸びる。 形で未来を表現した。なお、このロゴマークは西日本シティ銀行のテレビ CM の冒頭に挿入される。九州、山口地区の地方銀行が金融持ち株会社に移行する例は、最大手で福岡銀行、新和銀行、熊本銀行らを参加に持つ福岡フィナンシャルグループ、参加に山口銀行、北九州銀行、 第二地方銀行のもみじ銀行を持つ山口フィナンシャルグループ。日後銀行と鹿児島銀行の統合により2015年10月に誕生した九州フィナンシャルグループに続き4社目。なお、西日本シティ銀行誕生前の競技段階では2003年4月に西日本銀行と福岡シティ銀行が持ち株会社を新設した上での再編を模索したが、経営効率化や、 環境の変化などを勘案し方針を転換。上記の合併に進んだことで、持ち株会社構想は一度終焉している。2020年以降、本店ビルの再開発に伴い、当社の本部機構を順次、西日本シティ銀行、本店別館に移設している。本店別館も将来的な再開発が検討されている。長崎銀行、本店へ連結し、 会社2社との共同株式移転方式による、持ち株会社設立に関する、お知らせに西日本シティ銀行、西日本シティ銀、持ち株会社、西日本 FH 設立発表日本経済新聞2016年5月10日、西日本 FH の上場承認、産経新聞2016年9月2日、西日本 FH10 月3日、発足会長に、久保田氏、社長は、谷川氏、 産経ニュース2016年5月11日日資金、持ち株会社以降へ10月設立毎日新聞2016年5月10日、西日本 FH、10枚岩に込めた思いは、明日、持ち株会社下で荒波に、船で産経ニュースに2016年10月1日、西日本 FH、10月3日に、 発足読売新聞2016年5月11日西日本シティ銀行誕生への道のり29から 35P 西日本シティ銀行が併し、編纂委員会2013年刊行。2017年2月6日閲覧株主総会、九州、山口も西市員、FH 設立可決、宇部公算、AEU 離脱、若干マイナス、サニックス、赤字。 お詫び毎日新聞2016年6月30日、経営統合、審査進んでいる、福岡 FG、株主総会で報告産 k ニュース2016年6月30日、西日本 FH の設立を、認可参加に西日本式銀と長崎銀、産 k ニュース2016年9月30日、グループ内組織再編等に関する、お知らせ。ありがとうございます。